演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのお母さん食堂プレミアム香りとコクの黒酢入り酢豚を食べたいと思います。はあ、お母さん食堂にプレミアムなんてあるんですね。初めて知りました。黒酢は普段から結構よく飲むのですが、食べるのは逆にあんまりないんですよね。なので楽しみです。ああ、深みはこんな感じですね。タレがうまく絡んでますね。では原酢の肉団子のようにも見えますが、ではいただきます。黒酢の味は結構強烈に口の中に広がってきますね。なので酢が苦手という方は、あ、そもそも食べないか。なのでさっぱりいただくことができました。で、お肉の方はしっかりとした歯応えがあり、玉ねぎの方も程よいシャキシャキ感が残っていて、タレの分量もそれがうまく全部絡む程度にっていうのが本当に良かった。美味しかったです。こういうものもっと食べていきたいですね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。